桜田山の神社は、宮城県栗原市栗駒桜田にある神社。正式名称は、山の神社であるが、地区名の桜田を冠した、桜田山の神社で一般に呼ばれる。約1500年前に創建されたとされ、県内でも有数の歴史を持つ。社格は孫社。お笑いタレントである、狩野秀隆の実家としても知られており、彼の持ちネタである、ラーメン、つけ麺、僕イケメンにちなみ、イケメン神社とも呼ばれる。仙台藩編纂の宝内風土記によれば、武烈天皇の崩御後の6世紀初頭、同天皇の側近であった、六夜家紋の湯が、当地に創建したとされる。当社は、北上川、水系愛川上流の二波様川南岸、栗駒山から南東に伸びる、絶頂台地上にあり、山の神社と呼ばれた。1879年6月、孫社に列せられた。1885年10月30日に発生した火事により、本殿を焼失。1908年12月、当社の東の桜田寺中屋敷にある八幡神社を合祀した。1925年に本殿を再建。1926年に新鮮平伯領友神指定神社となった。2008年頃からお笑いタレントである狩野秀隆の実家として知られ、参拝客が県内外から訪れる観光地となっていた。同年6月14日に、岩手、宮城内陸地震が発生し、境内の石灯籠や約6メートルの本鳥居が崩壊、社殿や社務所なども被害を受けた。本鳥居は約300年前に建立され、1978年6月12日に発生した宮城県沖地震でも被害を受けなかったが、今回の地震では震源地に近かったこともあり崩壊したとみられる。被害総額は300万円ほどで、150万円は氏子の寄進、残りの150万円は修繕積流金から捻出して再建を果たした。秀隆の父親である勉が、ファンからの再選の増加も再建に役立ったとテレビなどで語っていた。2009年の正月三が日の初詣客数は約3000人で例年の10倍だった。同年春の例大祭では市内被災地及び当社の復興支援に感謝して狩野秀隆が無料ライブを行いファンら4000人が集まった。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、当社の被害は石灯籠が3基倒れた程度だったが、震災を機に、秀隆が芸能活動と並行して当社の後継ぎとなることを3月21日に表明した。4月7日に発生した最大震度6強の余震により、岩手、宮城内陸地震によって倒壊し2009年1月に再建したばかりの本鳥居に亀裂が入る被害を受けた。2012年9月7日、第38代宮司が心筋梗塞によって死去したと報じられた。息子の秀隆は2014年夏に神職の資格を取得し、東京で放送作家として働く弟の隆彦と共に当社を継いだ。2016年8月31日、台風10号によって、境内の唐松が倒れ、半世時代建造とみられる拝殿の屋根を大破していたことが確認された。安産、子育ての神を祀る神社として知られ、毎年4月第2日曜日に、例大祭を開催している。可愛らしい柄の小さな枕があり、出産の時に妊婦が握るもので、例大祭で配られるという。栗原郡栗駒町が周辺の町と合併して栗原市となったため、町時代に指定された文化財は市により再指定されている。ありがとうございます。